福岡高厚生労働省は12日の閣議後記者会見で10月下旬に受付を開始したマイナ保険証の利用登録の解除申請が792件8日現在あったと明らかにした福岡市は現時点で理由などは把握していないとした上でどういうところに要因があるのかということは政府としてもしっかり原因について分析していく必要があると話した なおひろ、写真、マイナ保険証の読み取り機本人確認の方法は、この記事はいかがでしたか、問題を報告、関連記事、マイナ保険証、持ちたくない12月から受信どうなる、紙の保険証、廃止延期をマイナカードのリスク指摘、立憲が法案提出、マイナ保険証、電子処方箋はなぜ国民から避けられるのか、委員長の見解、34年ぶりの、 異変国民審査で浮かんだ民意の正体マイナ保険証トラブル多発。